はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス、今日もやっていきたいなと思います。ハイラル城のもう終盤戦ですね。いきましょう。反対側ですね。ハイラル城の前回行った方と反対側、探索がまだだったので見ていこうかなと思います。もうそろそろね、ボス鍵手に入れたので、そろそろラストに近づいてきているんじゃないかなと思うんですけれども、いやもういよいよですよ。長かった。なんだかんだ言ってパート50以上取ってますからね、これ。一時期はブレス・オブ・ザ・ワイルドのあれが来るまでに終わらせるみたいな。いや結局終わらずにですね。なんか大晦日に来るみたいな。なんかそういう情報がね、あったんですよ。ゼルダの伝説の追加 DLC は大晦日に来るっていう。これとりあえず火つけて。違うのか。なになになに。取り乱したか。取り乱したが大したことない。さっきリンク今これさーって滑ったでしょ。なんかちょいちょいこのゲームに出てくるリンクってかっこいいですよね。動きとか仕草とかが。だからかっこよさを見せる。リンクそろそろかっこいいのを見せといてもいいんじゃねみたいな。なんだこれ。何これ。火が一個だけついてるみたいな。どういうことなんでしょうか。待って、どういうことなんでしょうか。火が一個だけついてるよね。あ、わかった。わかりました。これ、順番通りにつけていけってことです。だから、要は、ここつけて、つけるでしょ?で、斜めに行き、つけて、こういうことですね。こうじゃないですか?どうですか?違うんだ。違うんだ。あ、じゃあ逆か。逆だ、逆だ。こう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 ですか。あざっす。このカンテラで火を灯すっていうのはゼルダの定番のあれですよね。神々のトライフォースでもあったんですよ。ゼルダ全体的にあることなのかなと思うんですけど、神々のトライフォースでやった時はね、4倍速で、神々のトライフォースやってたので、カンテラのだいたい火を灯せば16秒、神々のトライフォースの場合灯るんですよ。灯るんですね。なんですけど、4倍速でやってるんで4秒だけなんですよ。4秒でだから火が消えちゃうみたいな仕様になってて、だからもう時間内につけないといけないんですけど、とんでもない難易度でしたね。今考えても恐ろしいことやってたなっていう。待って、こいつなんだ。外森、一人だけ入ってくれるんだけど。あ、こいつは、なんで一人だけ入るけど。OK、一人倒しましたね。こいつ多分鎧着てるんだと思います。多分鎧着てるから、攻撃が通らないんだと思うんですけど。こうで、距離取りましょう。ダメだな、鎧が。あ、オッケーオッケー。背中の部分か。さっさとガノンを出せ。貴様ら三下では俺の相手にはならん。まあ、三下みたいなこと言ったんですけど、ぶっちゃけ奥義全部覚えてないっていうね。結局奥義あと2つ残ってるらしいんですけど、奥義全部覚えてないんだよな。はい、ここまで来たから、あ、もう本丸突入してやりますか。どうせなんで。本丸突入してやります。もう小さな鍵も2つ集まってるんで、もう十分なんでしょう。多分。行きましょう。神々のトライフォースのカンテラ4秒プレイっていうのはなかなかきついもありましたね。気が向いたら、またあれやってみますか。
5倍速みたいな。なんか時のオカリナも俺クリアしたことあるんですよ。時のオカリナもクリアしたことあるんですけど、違う違う、おいミドナと話すって言ったんだ。ゼルダ姫はどこだ、とにかく見つけて探し出そう。ですよね、それはわかるんだが、なんだ待て、何まとわりつかれてるの、なんか。うわ、こいつなんだ。うわ。何お前。何怖い怖い怖い。何指さして、なんで指さしてんの。え、あ、指さした方向に行けってこと。もう怖い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 。めっちゃ怖いやん、これ。あ、指さすからその方向に行けってことだ。多分、これ指と関係ない方向に行くと、多分行けないんだと思います。おそらく。だから、こいつの指示に従って、飛んでけってことじゃないですかね。こうか。OK？ はい、OK です。行けた。でだ。待て、BGM が変わりましたよ、皆さん。BGM が変化しましたよ。この BGM は、ガノンドロフ、もしくはガノンとか、なんかそういう関係の時の BGM ですね。また敵か。さあ、来い。OK。とりあえず爆弾矢で勝たして、今のなんかガノンっぽい BGM が流れたってことはガノンが近いってことです。フックショットか、ダブルフックも入れて、よし、どっかにこれだ。皆さんクリスマスはねどうお過ごしでしょうか。俺はもう毎日のようにゲームばっかりやってますね。まあ、クリスマスまだなんですけど、この動画出す頃には多分まだなんですけど、まあ、クリスマスもまあ僕動画出しますんでね、もう関係ないんで、うん。これあれじゃない、これもうこれあれだよ、これですわ、もう怖いやつだ。行きます。ここ OK。もう怖い怖い怖い、いるなやつだ、俺の嫌いなやつです。いやでも奥にボス部屋の鍵っぽいのが見えるんで、こいつは最後の門番といったとこですね。はい、こいつ戦はもう何度もお見せしているのでカットしました。てかこっちがねボスの部屋なのはわかるんですけど、こっちは何なんでしょうか。ちょっと行ってみましょうか。このドゥーンドゥルーンって BGM あるじゃないですか。多分ね、ガノンの部屋から、なんか、CD かなんかで流してんじゃないかっていうぐらい、なんかガノンの部屋に近づくにつれて、でかくなってきてるような気がするんで、多分 CD 持ってんだろうね、ガノンは。この BGM の、デーンデデーンの。はい、宝箱が山のようにあるんですけれども、これは予想の立てようがないんだよな。宝箱予想やりますか。宝箱予想やりましょう。とりあえず1個だけ開けさせてもらっていいですか。1個だけ、わかんないんで。5か、5ルピー、これもじゃあ多分ルピーですね。5ルピーか、これも多分ルピーです。これルピーですね。10ってことはこれ20ルピーですですね。ってことはこれ50ルピーです。あー違う、爆弾か。アイテムを多分一通りくれるんだと思うんですよ。これ多分弓矢
弓矢です。ほらね、弓矢、これはね、多分普通の爆弾です。オーケーなんで当たるんだっていう思われるかなと思うんですけど、これはねルピー、オッケー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 、でこれもルピーです。何ルピーかは分かんないですけどルピーですね。あーやか、はい、俺の最後の宝箱当てゲームでした。これなんだろうね。あ、これもルピーか。あ、じゃあこれもルピーですね。これ多分ガノン戦に、あ、爆弾か。これガノン戦に行く前の、多分なんかアイテム調達的な、ボーナスステージ的な感じのやつじゃないでしょうか。この辺はもうわかんないです。わかんないです。種とか。これもわかんないな。なんだ、ルピーか。はい、行きましょう。あの奥はおそらくガノンが待ちわびてるかなと思うんですけども、動画時間がね中途半端になれば、パートを2つにまたごうかなと思ってます多分ボス戦の後にエンディングとか入るんで1本の動画で多分収まらないと思うんで、パートを間で区切る可能性があるんですけれども、ご了承いただけたらなと思います。待たせたな、ガノン。声の調子ももう完全に元通りになりましたからね。俺一生声治らないのかなと思ってたんですけど、いや、なんだかんだ言って治ってくれたらよかった。ずっとガラガラ声のまま YouTube やっていくのかなと思ったんですけど、なんとか治ってくれました。行くぜガノン、勝負だ。そしてゼルダ姫のもとへ。このトワイライトプリンセスのガノンドロフが一番かっこいいっていうのよく言われますよね。何？首？あ、トライフォースにゼルダ姫が。ゼルダ姫もね、確かトワイライトプリンセスのゼルダ姫が一番かわいいという。ようこそ我が城へガノン、やっと会えたな。お前がガノンドロフか。うわー、ついに来た。これスマブラのガノンですね、完全に。来たこいつだけはね、歴代のゼルダシリーズ全部、リンクは別人なんですけど、別の人なんですけど、リンクって。ガノンドルフだけね、同じガノンス、なんですね。ミドナすごい顔してますけどね、死ぬほど会いたかったぜ。わずかな力を宿した程度で、神に逆らい見捨てられた哀れな一族よ。お前たちの苦悶が血肉の糧となり、憎悪は力となって我を目覚めさせた。お前たち一族に欠けていたもの、それは力。トグロみたいなこと言いますね。ちなみにリンクっていう名前の由来なんですけど、トライフォースの欠片を集める、トライフォースの欠片をつなぎ止めるっていう、つなぐっていう意味のリンク、リンクじゃなくてリンクらしいんですね。発音はリンクなんですけど、つなげるっていう意味のリンクから来てるらしいです。神に選ばれし強者のみが持つ絶対なる力。その力を支配する者こそがこの世を飛べる王にふさわしい。こいつも手のひらにトライフォースの紋章を持ってるのか。うぬぼれるなよ。お前が絶対なる力を持つ選ばれし者だと言うならば、私は全てをかけて否定してやるよ。影が光にほだされたか。
面白い。何をするこいつ。ならば否定してみるがよい。その友情とやらでな。人質とんの？この際、この状況で。ずる。ずる。人質とんの？この状況で。やばいやばいやばい。うわぁ。どうなった？なんかゼルダ姫の中に入り込んだみたいなことなんでしょうか。うわ、やっぱりか。ガノンがゼルダの中に入り込みました。うわ、光と影を飛べる王に弓引く愚か者よ。その身をもって我が力に触れるがいい。ボス戦ですね。行きましょう。間違っても足元潜り込んでフックショット上に向けてパンツを見ようなどと、そういう、はい、行きましょう。ガノン憑依ゼルダ弓矢かな、とりあえず。あ、剣で弾け的な、剣で弾け的な、それとも盾で弾け的なことなのか。なに、危ない危ない。フックショットは、まあ、当たんないよな。多分ビームを跳ね返せってことだと思うんですけどね、予想だと。ああ、そういうことですね。跳ね返して、あのガノンドロフっていうのは基本的にそうなんですよ。ビームを跳ね返して、ダメだダメだ、間に合わない。至近距離でぶち当ててやる。回転切り色のあれが間に合わないんで、通常の切りでいけないとダメなんですけど、ビームが来るので、ここ、オッケー。至近距離だと一発で跳ね返せるんで、これが有効ですね。相手の剣に間に合わないようにするっていう。なに、なんだ、こんな技も使えるのか。ガノンドロフに有効なのは、もう剣の切り合いじゃないっす。至近距離でビームを弾き返す。それだけですね。よし。ただむずいんすよね、弾くのが。ただ分かってしまえば、もう剣の切り合いとか必要ないで。まずい。あれ間に合わないな。ビーム打ってくれれば新距離から弾いてゲームセットだぜ。これ避けきれないな。今の避けきれないですね。無駄な体力減らせないんですけど、こいつが多分第一形態とかだと思うんですけど、いるか。一応避けは間に合うと。今これ角に追い詰めてるんで。よし、来た。ここ、オッケー。さあ出てこい、そのゼルダの中からな。とりあえず倒したと。第一形態は終わったみたいな。これでエンディングとかだったら興ざめなんでね、さすがに終わりではないと思うんですけど。うわ、次はなんだ。お、治った、助かったぞ。ガノンは絶対まだ生きてんだよな。ミドナ何もやってないじゃねえか。ミドナなんかよくやったみたいなんできたけど、あいつ何もやってないよね。
うわ、次第二形態っていうとこでしょうか。ガノン、魔獣ガノンですね。さあこいつはどう倒すか、全く見当もつきません。どこ行った、これか、全く見当がつかない。弓矢で倒すか、爆弾矢で撃ち抜くか。ダメだ、あ、爆弾矢一応、爆弾矢一応効いてくれるな。了解した、爆弾矢でひるませたところにボディを切りつけてやるってことでしょうね。どこだ、上だ、危ねえ。顔面に、相手が光ってる時に顔面にクリーンヒットさせて、こういうことか。もう一回消えるから多分上に来ると思います。うん、多分上に来ると思います。違うのか、どこだ、あ、向こう、マジかよ。迎え撃つ、捨て身で倒します。あっこだ、どれ、何、上だ、今のじゃダメなのか、今のじゃダメなんですね。どうしたミドナ、手を変えてきたな。目くらましが効かない以上このままじゃ奴は倒せないよ。獣には獣、魔獣には神獣で対抗するのはどうだ。了解したミドナ。攻撃が当たんないですよね。魔獣で対抗するのはいいんですけど、殴り合うのかこれ、素手。こいや、あー、これでいけんのか。 OK、 こういうことか。 OK、 さあ来い。なるほど、長押しで受け止めるってことか。なんか一瞬なんか文字みたいなのが出てたんで、これで受け止めると。で投げる、でボディをアタックと。 OK、 仕留めた。なかなか厄介だったな。攻略法が分かってしまえばどうってことはないんですけど、それを見極めるのが難しかったですね。やったか。ただまだなんかありそうなんですよね。なんかまだありそうですよねこれ。なんかあっけなすぎるんだよな、なんか。お、あ、ミドナに入っていたゼルダがゼルダの方に戻ったってことか。姫さん、私何も言わないでミドナ、ほんの短い間でも私の心はあなたと一つでした。あなたの受けた苦しみに比べたら、何、やはりか、やっぱまだ生きてたか。